映った。はい。こんばんは、ミスカラです。今日も自己紹介から始めていきたいと思います。イエーイ。イエーイ。ミスカラのリーダー、はい。元気リンリン、キリンリン。ミスカラのオロナミン C、キリンこと佐々木リンです。よろしくお願いします。はい、あやさめ必殺セクシービーム、あなたを虜にしちゃう。うわ、間違えた。ありがとうございます。ネクチャーです。よろしくお願いします。次はココナー。はい、ココサカ、ドコサカ、ココナッツ、みんなのハートを癒します。ミスカラのエンジェル、ココナッツこと伏見ココナです。よろしくお願いします。ちょっと
い、2人セット、はい、で C セットがオムライスがここで、はい、私が作れます。私のプリンパフェが C セットです。はい、あ、全部いいな。全部いいですね。全部朝昼晩食べるべきなんで、だから全部食べてください。お願いします。全部全部お腹痛くなってもね、しかね、あ、胃薬は必要ないですよ。大丈夫大丈夫です。それで衛生的に素晴らしいね。食べ過ぎ、胃薬は食べ過ぎはもちろんちょっと、はい、美味しすぎて病気になっちゃう。ああ、それはなっちゃう。美味しちゃう、もうしてる。もうしてる。よし、食べよう。切れちゃったけど大丈夫ですか。これね、こうだって。おー、やった。さすが、普通の紹介が。どうやって食べるんですか。カニさんが来ました。ちょんちょんして、よし、やばいやばいやばい、ここ、ないやいや、ここだから、ほら、ね、どれすればいいの。え、ほんとに。はいはいはい、早く、はいはいはい、いただきます。じゃあ、カニ、カニさん、じゃあ私がまず最初に。え、超贅沢、なにこれ。使うぞ。え、ちょっとつけて、これは何ですかね。何、こう、醤油とか。醤油ですかね。いただきます。え、一口で。いただきます。難しい、難しい。これでリポートだね。うん、すごい。大丈夫、大丈夫。は、え、すごい、なんか、みんな食べて。食べるか。うまそう、うまそうだな。すっごい、皆さんすいませんね。美味しくいただいちゃいますね。すいませんね。すいません。え、すっごい美味しいです。めっちゃなんか柔らかくて、これ初めて食べました。今までのカニと全然違う。本当に全然違うね。うん、え、やばい、生で、やばい、やばい、まだちょっとついてる。え、やばい、これ、これなんか、やばい、すごい、え、なんかすごい。なんて、これなんて表現すればいいの。めっちゃこ細かい部分も食べたくなる。ふわふわ、ふわふわ、とろっとして、甘くてとろとろ、カニ、うん、だろうな、カニだ。そして、フルーティーで、フルーティー、あ、フルーティー、カニフルーティー。え、なんか普通のカニと違って、なんかもう、なんか水分がすごい、初めて食べたね。食べてる安っぽいカニとは違うね。違うね。もう全然違って、いつもママが買ってくるカニとは違うね。すごい美味しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。やばい、もうこれなんていう名前のカニなんだろうね。ね、タラバガニかな。ズワイガニ、なんかめしか分かんない。ズワイガニだそうです。イエーイ、ズワイガニさすがですね。もうさすがズワイガニさんみたいな。素晴らしい、しかった。ベッドに食べれないよね。食べれないよね。ちょっと味を覚えとこう。これ以上美味しいカニはもう食べないよね。本当に、え、本当にね。え、うち私の家で食べるのは結構毛ガニが多いんですよ。え、私も。あ、そう。いや、ママは毛ガニ大好きで。そう。うちの親毛ガニ大嫌いなんですけど。なんで食べる？なんで食べるの？カニすごい苦手で。あ、カニ自体が。そう、匂いが嫌だって。けど、まあ他の。私とエデモノさんは大好きなので食べるんですけど。カニ好きなんだけど、何のカニ食べたか分かんない。何のカニなんだ。何カニか、何カニか分かんない。え、けどこれじゃんけん、ズワイガニは初めて。じゃんけんしよう。じゃあごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お客さんからもらった次、よし、お菓子恒例ね。いや、もうね、幸せすぎて毎回ですね。恒例になってきた。食べます。今日もじゃんけんね。よっしょー、見えたわ、見えたわ。見えた、見えた、見えた。うちまだ見えないんだ、ごめん。どれにしよう、もう勝ち決めてきたの。もう選んどこ。選んでんの。あ、そっか、もう選んだ。はい、オッケー、絶対勝てる今日は。よし、待って、見る、見て、早く。いや、違う、なんかいつもさ、違う、なんか形が分からない。オッケー、オッケー、はいはいはい、いきます。じゃーん、勝負、じゃんけん、ほい。やったー、やったー、やったー、やったー。勝利。よしか。これ見たもん。これ見てないですけどね。頑張ろう。負けちゃった。頑張ろう。ミスカラじゃんけん。よし。ミスカラじゃんけん、じゃんけん。はい。やったー、勝った。どうしよう。え、勝っちゃった。はい。え、いいよ。やんで。いいの？うん。え、けどどうしようか。決まってるよね。え、
やべ、え、いい、どれでもいい、いいよ、勝ったの、勝ったのも、え、なんか勝ったのも、え、けど申し訳ないとか言ってる、勝ったのこの前、あやにうち譲ってもらったので、なんかそれでいいわ、いや、いいです、なんかその恩返しをしなきゃ、いや、今恩返し、いいですか、場面じゃないよ、え、する場面じゃないよ、いいよ、いや、でもじゃんけんの意味ないじゃん、そう、そう、それはダメ、ほら、さあ、あやが好きなの残しといて、え、それ、何それ、何それ、選んで、早く、え、どれでもいい、次、次、そうそう、早く選んで、次、え、食べたいの、え、食べればいいよ、え、はい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 、でしょうね、分かった、はい、はい、はい、ちょっと、え、どうしよう、じゃあ、チーズケーキにします、おお、なんだろう、新しいですね、初めて見た、何割れた、おいしそうね、なんかすごいリッチ、あや、いい、いや、全然大丈夫、いや、本当にね、今ダイエットしてるからね、どっちにしてもカロリーないと思ったら食べなさい、本当に、本当にもう最近顔がでかすぎて伸ばしてるんですよ、なんか顔伸ばしたら伸ばしたらでかくなったんですよ、なんか毎日なんか顔、自分の顔でかくなったなと思ってこうやって伸ばしてたんですよ、そしたらもっと顔でかくなったんで、めっちゃ早口じゃないですか今日、顔でかくて大丈夫、本当にコメント読みます、しかも、ね、はい、カメ子大好きサツキン嫌いさん、サツキン来てみた、なんか楽しそう、ネットテレビワイワイ、イエーイ、ありがとうございます、初見さん、初めての方ですね、きっと、こんにちは、あ、こんばんは、こんばんは、なんか楽しそうですね、楽しいです、一緒にお話ししましょう、お話ししましょう、どうぞコメントお願いします、今日は新しいコーナーをしようと思って、あ、準備して、準備じゃないけど、まあ、考えてたんですよ、よし、じゃあ、よし、お客さんにお題を出してもらって、これそれをお題をください、それを、はい、じゃあ、あやが頭、頭、どうするんだろう、例えば何か難しいな、頭、さあ何をしたいか分かんないか、じゃあ今日は動物でお願いします、なんか絵をなんかお題を出してもらって、例えば動物で犬とかだったらそれぞれ場所を分けて、頭かいてね、足かいてね、お腹かいてね、みたいな感じで、それを合わせて一つの絵にしようかなっていう、はいはいはい、はい、そういうやつをやりたいと思います、じゃ相談して決めてください、いや逆に指名する、え、あ、指名する、あ、そういうのがいいかもね、強引に手ある、はい、持った、はい、青、はい、どうする、あ、違うんだけど1個、まあ、好きな色の色に使っちゃう、頭、頭、体、足、え、何か分かんなくない、とりあえず動物で、動物なの、頭、そうか、うん、動物にしてもらったから、え、うち、ん、お腹、うん、お腹、本当に絵の才能ないんですよ、お腹、お、いや、期待してる、お互い見ないようにしようね、うん、お互い見ないようにしてね、オッケーオッケー、よし、よし、じゃあ、え、示しますか、示しますか、さあ、お題を出してくれる方は手を挙げてもらって、その中から、お題出したい人、決まった、決まった、決まった、はい、本当ですか、せーの、キリン、わーキリン、キリン、キリン、元気でね、コメント読みます、ここカレー屋、ここカレー屋、ここカレー屋、聞いてんのかな、これカレー屋、カレー屋です、北の園庭です、北の園庭です、来てください、スープカレーもあります、美味しいです、モアカレーもあります、美味しいです、ぜひ来てください、待ってますよ、待ってますよ、そう、食べるか、よし、じゃあ、キリン、横ね、横、横立ってもらしいですよ、お話ししながら、お話しながら ね、横、横、横でいいの、横、どうする、ちょっと決める、組み合わせ決めるか、けどキリンってよくわかんない、カメ子大好き、サツキン嫌いさ、汚いのって、汚いんだね、これ、ちょっとちゃんと片付けする、あー、ちょっと物が多くて、ちょっと撤収します、撤収、ありがとうございます、ありがとうございます、ご指導、ご指摘、ご指摘、ご指摘、お願いします、ご指摘、ご指導って何、綺麗になりましたこれ、これそっちを決めて、よし、じゃあ今週あったことを話しながらね、そうだね、
のんびり帰っていきましょう。のんびりでいいの？のんびりでいいよ。ゆっくり。10秒で終わんない？え、けなんかいいよ、それで。それだったら終わったら伏せとこ。ちょっと待ってね、よく考えて。お腹だよね。お腹って難しくない？え、ね、お腹に足入れた方がいい。頭ってさ、目も？え、どの範囲入れる？頭ってどの、どれまで頭？首も帰っていいんじゃない？相談すんの？相談しちゃダメ。もう、もう喋んない、もう喋んない。ハント好きなようにお腹をかけばいいんだよ。よし、お話ししましょう。そうですね。よし、じゃあ、と今週はですね、はい、まあ、私、X してつけたんですよ。あ、そうだよね、これね。え、気づきましたか？いや、なんか髪違うなと思ったけど。本当？本当に気づきました。気づき出て気づいた。あ、私、はい。お、いい感じだよね、リー、髪かわいい。な、伸ば、ちょっと長くしたくて伸ばしたんですけど、ちょっと我慢できなくなっちゃってつけました。はい、ちょっと我慢できなかったですね。遅いんですね、伸びるのが。あ、そうなの？そう、うちね、割と髪伸びるの早い方かもしれない。いいの？前髪とかなんかコツないの？コツ、コツ。え、けどなんか髪縛ったりしたらなんか髪伸びる。え、なんかさ、髪さ、引っ張ったら伸びるって。あ、そう、そういうことじゃない？だから縛ってなんかギュッて引っ張らさるから伸びるみたいな。あ、そういうことなのかな。あとね、濡らした、あの髪濡れたまま、うん、アイロンしたら伸びるって聞いたことある。あ、そうなの？ティッシュ。コメント読みます。はい。今カレー食ったばっかりっていう意味かな。やばい。ちょうどカレー食べてたんでさ。そうなんですか。じゃあ今度はこの今回に来て、ね、遠征に来て、遠征に来て食べてください。カレー美味しいですよ。来週もカレー、木曜日はカレーの日にしましょう。皆さんで私たちを見にカレーを。木曜日はカレーの日、ミスカラの日。なんかおかしい、絶対これ。いや、ごめん、本当に、なんか猫の…え、違うよ、これ知人ってどうなんだっけ。やばいな、え、これ絶対つながる気がしない。いや、それが面白い。なんかイルカみたいだったかも。ちょっと、どうしよう。え、てか、つながり方ってさ、待って、なんか え、それ言わない方がいいって。あ、そっか、適当に頑張ってつなげようか。あ、つなげるの、つなげるようにかけね、したら。本当にひどい。え、じゃあなんか話もしようよ。そうだね、真剣そういうのことやったら一つしかできないんだよね。あー、けそういうのわかるよ。一個のことに集中しちゃダメだ、ダメだ、ダメだ。なんかさ、そう、最近ね、学校で、学校でこんなことについて。私、平均台をやってるんですよ、体育で。いいね。すごい難しいんですよ、あれ男子やんないんですよね。女子だけなの？そう、なんか男子はその代わり空手があるんですよ。いいな、空手。あ、柔道だ、ごめんなさい。お柔道。おえ、それで、その代わりに女子は平均台なんですけど、すっごい、あれ、簡単そうに見えてめっちゃ難しい。やったことある？ない。え、平均台やったの幼稚園の時ぐらいかな。え、すごいね、もうね、これぐらい高いんだ。あ、そんなに高いの？そうそう、それで、しかもそこで側転とかするんだよ。あ、なんか体操の選手とかがやる感じ？もう本当にガチな。めっちゃバランスなくて、もうあやなのさ、一人だけなんかあんまりできないって。え、けどそれは難しいね。え、うちは今体育でサッカーをやってるんですよ。サッカーすごいもう楽しくて、サッカー大好きで。中学校の頃からさ、なんかサッカー大好きじゃない？あー、サッカー大好き、本当に大好き。なんかいいよね、ドリブルとかめっちゃかっこよくできたらね、いいよね。いいよねとか言って。もう練習頑張ってるよ。え、サッカーやんないよ、うちの学校。どうして？え、やんないさ、やったことない。てか、なんかうちらもう架空だけになっちゃってね、なんか全然お話をしないよ。だってもうなんか、あのさ、私もできました。ごめんなさい、すごい、なんかキーンってわかんない、見たことない。私もできたんで、もう話しにしてします。ほんとに、ほんとに、ほんとにキーンって、ほんとにわかんない。想像に想像で。あや、今体育で何やってんの？え、体育で、体育何やってんの？え、なんかさ、格闘技やってる。体育拳やってるんですよ。おかっこいい。体育拳やってる。なんかやばいんだけど、これ大丈夫？なんかキリンって鼻ありましたっけ？動物は全部ある。
哺乳類だからクジラみたいになった。耳もある、口も合わない。もう行く見せる。あ、間違った。耳変なの書いてる。本当にやばい。これやばくない？ハートつけてくこれやばいかもしれない。本当にごめんなさい、あの本当にエロさえのないですよ。え、これやばい。よし、できたできたできた。いきます。そろそろね。え、じゃあどうする？え、いっぺんに見せる。じゃあコメントが。いきます。はい、お客さん何人ぐらいいるの？はい、
そう、もうそれでもうね、もうなんかね、危機感がしすぎて本当にどうしようって思ってきた。いやけど分かる、本当にやばいよ、もう時間がない、うん、時間、1週間前だと必死に頑張る。まだ2年生だから全然追い込める。あ、ごめん、ちょっとごめん。何今の？いや今の何？あの今ちょっとこう手にゴムつけてたんですよ。なんか今なんか落ちた。それをこうパチンってやったらなんか吹っ飛んじゃってここに落ちました。ごめんなさい。ポイント。ミスからなんかこちょばしいなと思ったらなんか黒い物体。やばいと思ったらなんかそっちびっくりした。ごめんなさい。びっくりした。飛ばしてしまいました。何の話だっけ？テストだ。テスト。ああ。テストね。勉強。どれぐらい前からするの？テスト勉強、うん、テスト勉強は2週間前。5分前。なんで勝手に、なんで勝手に、あや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 はね、勉強しなくてもできるもんね。受験の科目は音楽しかありません。あとは全部できません。本当に音楽だけすごい。おお、すごいじゃん。そう、うん、何がダメだったの？国語ができないんですよ。あ、国語ね。国語が、空母がすっごくものすごく。でも物理もできた気がする。物理はできてたよね。いや、できてるもできてるかな、わかんない、でも国語が本当にできなくて、もうなんかもう、国語ってさ、原文とさ、古典ない？あるね。原文と、あと漢検とかある。漢検？漢検？そう、漢検ある。何級持ってる？漢検、なんか、それ取るんだって。まだ撮ってない。そう、撮ってなくて。これそう、すごいね。でもちょっと、でもそう、それでも結構国語できないからね。検定欲しい。ん？検定？ああ、なんか、ね、私書道の検定も取らされる。書道？書道、書道のね、級も取らされるの。すごいね、素晴らしい学校。本当？でもね、それはダメだわ。無理、難しいもん。けど取れたらいい子、いくない？なんか上手いの、書道。書道、私ですか？うまい。これ、あ、ちょっと。こんな感じで。出ないでください。そうなんだね。いいな。いっぱい検定あったらいいですよね。いいですよね。これから先。もう絵描かないから、もう。いや、絵の検定取れば、絵の検定。もう、絵の検定だから、もう。まあね、これ、ちょっと磨くわ。絵の才能。いいよこれ。好きだよ、リンは。結構すごい、なんか。もうちょい。キャラ可愛いじゃないですか。動物可愛らしさがあって。来週よね。どうする来週。そうだね、来週もね、なんかね。なんかこんな感じで、ちょっと用意したいな。お題考えておきます。ただ、絵の練習。お願いします。ありがとうございます。今日は誰ですか、じゃんけん。じゃんけん。ああ、じゃんけんは今日。もうおしまいの時間の、さようならの。ガンコール。アンコール。アンコールって何？アンコール。これアンコール。なんかあと2分だって。早いね。5分。じゃんけん誰？じゃんけん誰？今日はじゃんけんはココナじゃない？真ん中座ってるココナじゃない？あ、そう。オッケー。この間あれだった？この前。結構あった。あれ、あ、結構ないかも。今日はココナです。皆さん準備はいいですか？よし、こうだよね。よし、じゃあ私もちょっと準備するんでちょっと待ってください。これから多分5分ぐらいかかる。見えるだろ。バイバーイ。いいかな。カメコさんもじゃんけん参加してください。お願いします。準備いいですか。皆さん準備いいですか。よし。じゃんけんは。ミスカじゃんけんいきます。いいですか。もう準備 OK ですか。あ、もう仕上げみたいな。はい、OK です。はい、頑張れ。はい、頑張ります。ミスからじゃんけん、じゃんけん、ファイ勝った人。おー、初めて来てくれた。うたさん、初めまして。来てる。おめでとうございます。できた。一人だけ勝ちです。おー、すごい。すごい。じゃあ来週も見てください。バイバイ。